プラモは、かつて、秋田県を拠点に活動していた5人組、アイドルユニット。2018年12月で解散した。2011年4月より、秋田県発のローカルアイドルユニットとして、地元愛を伝えることなどをコンセプトに、地元から愛されるアイドルを目指し、ラジオ番組を中心に、秋田県を拠点に、モデル活動やイベント出演などを開始した。2012年3月31日には、SONOKAとMIYUが卒業、新メンバーのAOIとMISAKIが加入し、セレンをリーダーとして、再び5人でのプラモ第2章としての活動を開始した。同年8月4日5日には東京、お台場特設会場で開催された、東京アイドルフェスティバル2012に初出演し、好評を博した。同年11月26日には、秋田市の中心部に位置するエリア中一秋田市にぎわい、交流館、AOU、多目的ホールにて、初の単独ライブを開催。以後、同会場は、定期ライブやイベントの拠点となっている。2013年3月29日に開催された、定期ライブで、マリーナとYUUKAの加入を発表。同年4月27日の満載堂、秋田店イベントでAYANOの加入を発表し、過去最大の8人でのプラモ第3章の活動を開始したが、同年6月15日より、MISAKIがパーティーロケッツの元メンバー今野由香、辻村愛理と共にダンスボーカルユニット、Aitherの活動を開始し、同年10月1日には移籍を発表した。また、同年8月29日付で、マリーナが体調不良との理由で活動を休止。2014年3月23日には、プラモライブ、AOI卒業記念への出演をもって、AOIが卒業し、4期目を再び5人で迎えることとなった。2014年6月6日に放送された、ラジオレギュラー番組、プラモの中で4期生のKAHOの加入を発表し、同年6月8日にエリア中1で開催したプラモ、第6弾、シングル、100% の確率リリース際のステージで初披露した。プラモでは初の小学6年生のメンバーとして2014年度の活動を行った。2015年3月からは5期生のWAKANA、AYAKAが加入し7名での活動をスタート。2016年2月14日のプラモのリーダーセレン卒業ライブ、マイストーリー5年間の軌跡への出演をもってセレンが卒業した。また、同年2月29日に、学業専念を理由にWAKANAの契約終了が、公式サイトにて発表され、YUUKAを3代目リーダーとして、再びメンバー5名で活動することとなった。2016年4月6日の、プラモ新年度第1回目の放送内で、第6期生のKAHO、AOBAの加入が発表された。2017年2月5日の、EXIST、MAYUラストライブ-への出演をもってMAYUが卒業、2月7日の公式サイトの発表をもってKAHOが脱退、3月12日のプラモKOMUGI卒業ライブデパーチャーへの出演をもってKOMUGIが卒業した。4月からは4人体制で活動することとなった。2017年6月2日のプラモの場、ショールーム番組内にて第7期生のRIRUの加入を発表した。同年10月29日のプラモKAHO握手会、物販会&特典会イベントをもって学業専念のためKAHOが卒業し、2018年2月11日のプラモ第3期生、3代目リーダーYUUKA卒業ライブ、デベロッピングをもってYUUKAが卒業した。2018年4月に、第8期生のYUARAとMAYUMIの加入を発表し、5人体制での活動がスタートした。同年11月7日放送の FM 秋田、プラモにて、プラモが2018年12月29日をもって、無期限活動休止することを発表した。同年12月28日に、プラモ活動休止前の最終ライブ、プラモ、ラストライブをもって、無期限活動休止となった。メンバーのMAYUは2012年11月、アイドル育成オンラインカードゲーム、究極シャッフルロコドル大作戦において、全国のゲームプレイヤーの投票により選出され、スペシャルユニット、ロコドル大作戦チームハイカラさんのメンバーとして、ビクターエンタテインメントより、デビューシングル、ロコドルの、ずっとずっとをリリースした。2013年2月1日に発表された第2期選挙においても6位で選出され、スペシャルユニット、ロコドル大作戦チームつなぎ女子で、セカンドシングル、アイドル街道をリリース。2013年10月に発表された第3期選挙においては13位に入り、ロコドル大作戦チームツンデレラガールズチーム B のメンバーとして参加し、ツンデレラガール2人だけの写メをリリースした。メンバーのMAYUとKOMUGIは、ラジオレギュラー番組、Pramoの2012夏休み企画、紙粘土で作ろう秋田から生まれたユニット、MAYU.com 紙粘図で、2013年7月25日に、デビューシングル、君コネクション、へ彼女をリリース。2015年2月23日には、セカンドシングル、へばな、乙女の心は、万華鏡を、2016年11月21日には、ラストシングルとなる、ジャパニーズドリーム、またね、をリリースした。MAYU MAYU KOMUGI。ありがとうございます。